2020年から感染拡大してきた新型コロナウイルスは、現在も感染は収まらず、社会を、私たちの心を蝕んでいます。そんな状況から、心の病を案じているのが、精神病の研究や臨床で、宮崎の先進化医療の中核を担ってきた高宮真紀院長です。コロナウイルスの感染拡大も3年目に入りまして、不安、不満、コロナブルー、コロナうつが広がっています。宮崎命の電話のデータなんですが、昨年の9月に感染拡大が急激に収束しまして、10月、11月と減っていたのが、また12月にオミクロン株の出現、そして1月から感染拡大が始まったことで、かなり増えてきております。マスクの状態下は精神科の治療に影響していますか？実は精神科の診断治療におきまして、一番大事なのは患者さんの表情、話す内容、声のトーンなんですね。マスクをしておられると、これらが全てわからなくなってしまう。目だけでは表情は分かりません。話す内容もマスク越しでは聞こえません。しかも診察室ではアクリル板があって、私たちもマスクにフェイスシールドをしております。これでは全く会話が成り立ちません。精神科の場合は閉鎖空間が多く、患者さんもですね、マスクをすることへの理解がなかなかできない方もいらっしゃいまして、もしもクラスターが発生した場合には対応が難しくなっております。行動制限の宮崎モデルというのがありますが、私どもの病院でも高宮モデルというものを作っております。病院内のすべてのパソコンの待ち受け画面に表示して、行動制限を徹底するようにお願いしております。ただ、それでも当院でもクラスターが発生してしまいました。そのクラスターに関しましては、病院のホームページで逐一報告し、安心していただけるように努めてまいりました。1月の23日の日曜日、病棟勤務の職員が PCR 検査で陽性になったと。1時間半ぐらいしてですか、職員が2名陽性が出ましたと。 PCR 検査でまた職員が1名陽性になりました。まあ、患者さんは全員陰性だったのでほっとしましたが、職員さんが4名陽性ということで、患者さんは60名すべてが濃厚接触者ということになります。そうしますと、その病棟をですね、すべてレッドゾーンとして対応することが必要になりました。病棟の外でキャップ、N95 マスク、ガウン、手袋、フェイスシールドをつけて病棟に入って仕事をしていただき、病棟から出るときに脱いでいただいてグリーンゾーンに戻るという。しかも食事も使い捨て容器ということで、看護部だけではなくて栄養科をはじめ全ての病院の部門で大変な仕事をしていただきました。それから数日後に今度は他の病棟で陽性になったということで、患者さん15人と職員計6名で陽性者が出ました。この病棟では寝たきりの方も多く、密に介護をする場面が多く、レッドゾーンではキャップに N95 マスク、フェイスシールド、ガウン、手袋とフル装備で対応していただきました。日南の峰松先生の情報をいただきまして、コロナウイルスに対応できる点滴や飲み薬を投与することでスムーズに回復することができました。おかげで2月22日には収束宣言を出すことが叶いまして、ほっとしたところでありました。よく収束させましたね。看護部長が精神科領域の感染制御を考える会の世話人をやっておりまして、陣頭指揮をやっていただいたので、うまく収束できたんじゃないかなと思っております。どうして乗り越えられたと思いますか？何より病院職員の結束力だったと思います。発覚してすぐに病棟は人員不足となりましたが、作業療法、デイケア、訪問看護のそれぞれのスタッフが食事介助、排泄のお世話、入浴介助、
環境整備など入院患者さんの日常生活の業務補助を行ってくれました。そのおかげで当該病棟の職員は陽性患者さんのケアに集中することができました。そして院長が職員のモチベーションが維持できるようにと様々な方策を考えてくれましたので、職員一丸となり頑張ることができました。ともかく職員の皆さん方のモチベーションをいかに保つか、私はそのことだけを考えて、コロナ特別慰労金というものを職員全員に、病棟の勤務手当も増額しました。そして栄養ドリンクを1330本、2月3日ですか、恵方巻きを1本ずつ食べていただきまして、病院に服を送ってほしいと思いました。さらに病院オリジナルのクッキーを職員の皆さん方に食べていただきました。コロナウイルスはもう3年目に入りました。不安不満はこれからも続いていくんじゃないかなと思います。宮崎命の電話に電話をして相談していただきたい。またその電話を受ける相談員になってくださる方もボランティアとして応募していただけると思います。あなたの声に救われる命があります。あなたの優しさを電話相談ボランティアに生かしていただけませんか。よろしくお願いします。